ホーム神話駅は神奈川県横浜市港北区日波町和田中町にある横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B27。新歯車両基地への出入戸線が分岐しており乗務員交代駅でもある。当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである新横浜都心に指定されている。神奈川県道号川崎町田線の 新羽根駅前交差点にあり、鶴見川沿いで、地形は平坦であり、低層住宅、事務所、中小工場、倉庫などが混在する地域である。地下鉄の開業に合わせて、駅の西側にバスターミナルが設置された。3階に、プラットフォームがある、高架駅で、新羽車両基地への入出庫線があることから2面3線になっており、また前後に分岐器も設けられた。 大規模な駅である。地名から取られた。なお、地名は、日波町と、町の字がついており、建設中の仮称駅名も、日波町であった。島式ホームに面3線を有する高架駅で、湘南大方面とあざみの方面は別ホームである。抽選は両方向共用となっており、主に新歯車両基地への出入庫列車や日中に、毎時2本設定される、 当駅死終着症南大方面の普通が使用している。ブルーラインは第3機場方式で電化されている。駅部分では第3機場をホームの反対側に設置し、乗客が1万1転落した場合の関連の危険性を低めている。しかし当駅では2.3番線ホームは両側から乗降が可能なため、3番線ホーム直下に、 第三機場が設置されており、感電の危険性が高かった。このため、レール及び防護カバーが、黄色と黒色の警戒色に塗装されていたが、ホームに安全柵は設置されていなかった。そのため、ワンマン運転実施のためのホームドアの設置工事に、当たっては、当駅3番線ホームが最初の施行となり、2007年4月21日に、使用を開始した。 2020年度の1日平均乗降人員は17,248人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。駅周辺は古くからの工場地帯であるがブルーライン開業後はマンションなどが立地するようになっている。バスターミナルに設置されている横浜市営地下鉄のパブリックアート水谷忠敬。 イブのすべてあたり駅からは東急東洋湖線、続き区、池や江北方面などの商業施設へのアクセス拠点である。ありがとうございます。